はい、黄金世代のことでございます。今日なんですけども、前回ですね、シュート後に相手をまたぐと威力が減衰するっていう現象が、吹き飛ばしにも発生してます。擦る以外も実は減衰してるっていう現象が分かりましたので、完全ゼロ距離で、三浦対ナトレーザー、日向君対若林ですね、この辺の変化するフォワード、そして変化するキーパーの勝率っていうのをチェックしていきたいなと思います。はい、今日これで大丈夫ですかね、トマさんね。大丈夫です。はい、なんで笑ってたかっていうと、はい、どうぞって言ってから、ずっとルーム ID を言わないので入れないっていうね、そういう状態が起きてなんで、ルーム ID くださいってさっき言われました。じゃあやっていきましょう。いやー、まさかですね、いろいろちょっと早くも分かってきたんで、まあ、体感率がどれくらいかっていうのはちょっとあれですけど、いろいろ考えなきゃいけないですね。まあでも、フリーゼロ距離で打った時っていうのは、なんかやっぱり入る感じはありましたよ、体感的に。うん、確かに。ゼロ距離フリーっていうゼロ距離フリーが強い理由って、やっぱり距離減衰も受けないし、またぎ減衰っていう。そうですね、またぎ減衰っていう言葉がありましたね、だから。そうそう、新しく生まれたのが、またぎ減衰っていう単語が生まれたので、そこですよね、やっぱりね。じゃあ、うまいこと、ナトレーザーにつないでください。はい、職人技で。いや、またぎ減衰っていうのが存在するとは、本当に思わなかったっすよ。だから複数マッチはやはり良くないってことなんですね。うん、複数マッチでシュート、まあ、それでもやっぱり入ることはあるんですけど、減衰率は弱いんですけど、自分たちが思ってるシュート威力ではないっていうのがね、間違いなくあるんで、そうですね、ブロックしてもらっていいですか。はい、ブロックします。はい、うん、危ない。でもまあ10%以下でしたね。すみません、混戦のプレッシャーを受けてるので、もう一回ブロックしてもらっていいですか。はい、どっちもブロックします。これを切らないといけないんで。22% 引いた。ナトゥン出します。どうも。最初からこっちの方が早かった説、自動パスからずってるから、最初からこれキックオフで渡してもらった方がすげえ良かったんじゃないか説。はい、ゼロ距離です。はい、これ完璧なゼロ距離ですね。はい、これ正しい数値出ると思います。あ、地上シュート。はい。地上シュートはね、途中全力またぎがあるかもしれないですけど、では、まあ、4万ですね、シュート値としては4万、はい、で510ですから、まあ、20万ぐらい出てる、はい、21万飛んでくると思います。うん、20万4000、そうですね、で 77%、24万、21% 入るんですね。4万差だと、キーパーの方がまあ 80% ぐらい止めると。はい、やっぱ4万差でも入る率としては4万、トータルして4万差だと、やっぱさっきのもそうですけど 20% くらいはシューターに分がありますね、悪くてもね。そうですね、うん、これはちょっと分かってきましたわ。赤林君がすごい抜かれるんですよエリア外からエリア外からすごい抜かれるんですけど、その謎が解けました。じゃあこれ取ってください。アルベルト対アルベルト、まあこれは 100% 取られますね。さあ、じゃあここはブロック。はい。シュート打てないんじゃないですか。もう前半これで打てなくなりますんで。これ 100%。さあ、ここですね。さっきの勝率どう変わるか、2発目。ミューラーの値が若干下がるはずなので。そうですね。勝率が 20% から2発目、非全力でどれくらい変わるかですね。あ、同じ、はい、シュート値は同じですね、はい、キーパーも同じ、幻のキーパー伝説の威力だけ変わってます。あ、2発目。さあ、見ていきましょう。あんまり変わらない2発目、2% しか増えなかった、実はトーマスの。キーパーの数値が上回ってれば、そこまで勝率というか、変わってないですね。3万差でも 25% しか上がらないですね。だから5000差ずつ縮まる感じなのかな、これ。感覚的に勝率でいくと、まあそのこの前美咲くんの動画で見た感じだと、うん、美咲くんが数値若干超えてるだけで、まあ、勝率が 50% 超えてたんで、ああ、この捨て超えてるか超えてないかが大きいところなんですかね。なんか超えてるか超えてないかな気がしなくもないですね。うん、まあただ渾身2段目っていうのはそんなに影響なかったってことが分かりましたね。はい、意外と止めるんだな。じゃあちょっとヒューガ君、あ、ヒューガ君で打ってみます？止めちゃった、ごめん。スタミナないから取れない。それは取れないです。ヒューガ君ドリブルしますんでタックルしてもらっていいですか？はい、じゃあこれタックルで取っていきますね。はい、じゃあシュートゼロ距離で打ってみたいと思います。はい、はい、タイガーショット40周年99。あ、これどうでしょう。まあでもメッセージとか載ってなくても技林は抜くイメージありますけどね。38000、39000、まあ抜くんですけどたまに止まるじゃないですか。500と、520だ、多分属性も加味してヒューガ君の方が数値上ってことなんでしょうね。あ、全然ダメですね。60分入ります。だって6000差しかないじゃないですか。はいはいはい。あ、3%っすか。でもいつもこれ弾かれてんのって 36% 引いて弾いてるんだ。3% じゃなかったですか今。緑のところが。緑のところは 3% ですね、弾くのね。キャッチするが 36% だったんで、駒さん、1回転で SSR 合ってましたよ。一発で今 3% 引きましたよね。はい、SSR おめでとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次後半。だから捨て差っていうよりは、まず超えてるか超えてないかがあって、そこからの捨て差みたいな感じなんじゃないでしょうかね。うん、なんかそんな感じは体感しますね。なんかナタにとりあえず渡しましたけど、よかったですかね。これちょっと大変ですね、これ抜いていくの。あれだったら、まあ全力とか使ってもいいですよ。あ、全力使って一気にステータス超えしてみたいと思います。ステータス超えるかな、ね、ステータス超えたらどうなるかっていう。はい。多分全部青、ドリブル強いんで、青でいけると思うんで。これ、代償乗ってる？乗ってます。乗ってますね、3人抜きでもね。解除します。これで44000くらいの。お、ゼロ距離ですね。これは今まで勝率が 22%、25% だったものがリンクに。一番大事なのは結局ステーサーというよりは勝率がどう変化するかということが結局抽選の乱数で一番大きいところですもんね。要は当たりが引ける割合がどれくらい増えるかっていうのが把握するところなので 60% 増えましたね。24万超えましたもんね。ケンさんのラッシュ入れるかどうかです。ああ、入っていく60%、ラッシュ突入。まあこれも8000差ぐらいでしたけど、そうですね、やっぱ数値超えてくればもうそれだけで半分以上って感じでしょうね。やっぱ上振れで 50% に対してやっぱ5000で 5% ずつ付与するみたいなイメージかなと思うんですけど、ぴったしな数字からそんなことないですかね。うん、なんかそんな感じしますね。ぴったしだったら多分 50%50%。だから一回ぴったしをやってみたいですけどね、属性で。そこに属性の神もあって前後どうするかっていうのもあると思うんですけど、あ、ドリブルしますんでタックルしてください。ああ、ブロックしちゃいました。え、じゃあシュートします。ああ、取れましたね。はい、さあヒューガ君、じゃあこれゼロ距離まで食らってるんでゼロ距離まで生かしてください。いけるかなこの人。ドリブルしますので、一応水木君ブロックしましたけど止まるんじゃない。おお、大丈夫でしたね。危ないですよ今。あ、これは 100% 抜けますね。さあ行きましょう。さあメッセージヒューガ、いや、これやばいんじゃないか。先ほどはステータスそもそも超えてたんで 60% ぐらいで入るっていうところでしたけど、これ一番ヒューガ君最大値4万5千、これ7000差の属性不利っていう状態ですね。よくこの時にこれは無理だなっていう体感だと思うんですよね。まあ、これだから自分の頭の中と82くらいだと思うんですけど、さあどうでしょうか。お、いい、ああ、いい線いってますね。 73.9%、 73%、 74%。 ああ、入る。ああ、なるほどですね。なるほど、なんとなく見えてきましたね。はい、なんとなく、まあ、日頃の肌感で見えてきましたけど、その感覚がより研ぎ澄まされて補正されていく感じですかね。松山とかの薄いところ引いてる労力より崩す労力の方が実は良かったりするのかな。どうなんですかね。でも松山でも 20% ぐらいねある時はありましたから。今じゃあちょっとこの状態で松山打ってみていいですか。ああ、どうぞどうぞ。中学になってもう打てんすもんね。中学も打てないですね。決勝が同点の時が見たかったけど見れなかった。まあまあ大体、まあ、ステータスのね差によってどんぐらい違うのかなんとなく分かった。乗らなかった乗らなかった。じゃあ抜いてもらっていいですか。あ、正直米効果乗ってないんでちょっと低いですね。あ、減衰しちゃダメ。減衰するとすごい減衰します。3人いると結構減衰しますね。じゃあでもドリブル背後でシュートすればいいですか。多分それで減りづらいんじゃないですかね。はい、これで減りづらい環境が生まれたと思います。この辺もだから複数マッチしてよく論集打つ人いるけど、あれは自分たちにとってはすごいありがたかったことなんですね、実はね。そうですね、一発目で論集してくれる分には減ってたっていう、はい、あ、19万しかないですね。19万6000、18万。あ、やっぱまたぐと、またぐと900ぐらい減りますね。さあ、そしたらまあとりあえずもう全力ちょっとつけないとできないんで、はい、やっていきます。さあ、どうでしょう。361狙い目。あ、15%。まあそれでも逆に言うと 15% 入るっていう。どうなんでしょうね。で、松山が一時期弾くっていうのが見れないっていうのは 0.8% なんですね。ミューラーに対して弾くが見れるのがね。そうですね。まあでも若林とかでもそもそも 3% とかしかなかったですから。そうですね。そんな感じだったんで。なるほどな。だいぶ見えてきたな。まあじゃあやっぱりシュート打つんで、はい、決めて終わってもらっていいですか。はい。決まんないんじゃないかこれ。止めると思うんですけど普通に。ちょっとノーマルパンチングとかしてみてください。どんな感じなの。止まると思います。ほら、あ、おお、78%入ってますね。でもすげえ勝ってましたよ。今これどういう状態ですか。ノーマル技だとまたちょっとなんか変わってくるってことですね、おそらく。ステめっちゃ勝ってましたよ。でもクリティカルの補正があったんでそこでかもしれないですけど、ちょっといろいろ。面白いですね。これはまだまだ謎が深そうな感じはしますけど、謎っていうよりはあれですよね、確率の変動幅が分かればもう完璧ですもんね、捨て見た時にね。そうですね、はい、そこの謎だけ今後もまたちょっと追求していきたいなと、計算方式に関しては多分今日この動画が出る前にはトーマさんの動画出てるかなと思いますので、そちらの方で今までの概念が変わると思いますので、ぜひチェックしていただければと思うんですが、またいろいろおいおい確率を、この確率が消えても確率が求めれるようなところまでいきたいなと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。というわけでいつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。